早弁です。年明けました。平成から令和になり、令和2年から3年になりということで、正月なんですけどね、仕事終わりにスーパーに行ったらいろいろ安くなってたもんでね、買っておこうと、食べていこうと思います。ハタハタのね、この麹漬けですね、結構北東北ではあるもののようです。こちらの方は岡村マスコの醤油漬け、まあ筋子だとか結構秋田の方では食べるんですけど、まあ、こっちの五島市でもマスなのかなと思いますね。で、あとこちら切り餅、なんですけど、これね、カチカチになってないやつなんですね、生餅っぽいやつ。あと秋田メーカーのさなずらだとか、明けガラス、あとさつまいもきんとんっていうのがあったので、これもね、買ってきました。食べてみようと思います。はい、じゃあいただいていこうかなと思います。はたはた、こちらね、塩麹漬けになるのかな、こちらです。ちょっとね、焼き方で破れちゃったんですけど、逆にまあね、ぶりこがいい感じで見えていいっちゃいいのかなって気はしますよね。これマスコ漬けですね。ということでいただいていきます。話し出すと長いのでね、もうサクサクっといきます。疲れてるのでね。こちら福小町の号外号ですね。こちらの方も、例によって、スーパー米屋さんでね、買ってきたやつです。工房だとかは銀の精というのでね、作られているようですね。精米は5割5分だそうです。まあ、すでにちなみに昨日飲んでるやつなんでね、開けたてではございません。ちょっとサクッと飲んでいきます。サクッとね。はい、ということで、いただいていきましょうかね。まあ、先にちょっとね、1月の2日大晦日も元旦も仕事、明日も仕事、明後日ようやくお休みです。うまいな。香りが爽やか、後味で甘みが割とくるけど、甘みもベタっとした甘みじゃないね、爽やかな甘み。だけど口に含んだ時の甘みもあるね。初搾りとかね、そういうのが多い時期なんですけれども、丸みのあるお酒ですね。ちなみに大晦日はね、大仙市大曲の FM 花火さんのところでね、カウントダウンイベントだとか行ってきて、まあ、キャビソールブラザーズさんとかもね、出演されてたんですけれどもね、楽しんでまいりました。まあ、この辺話し出すと長くなるのでね。あとは花火でね、大曲の花火で歌手の方で女性が共演するのはユミさんがね、初めてだっていう話だったんですけれどもね、キャビソールブラザーズさんと一緒に歌って踊ったりとかもされてましたけどね、良かったですね。歌唱力はさすがでしたし、キャビさんはやっぱり人を笑顔にしますよね。美味しい。ハタハタのこのね、身の味もいいんですよ。いい感じでね、味も熟成されてる感じですね。オスとメスでね、味合いは変わったりするんですけどもね、身はね、オスの方は個人的には去年釣ってきた時は好きだなと思ったんですけど、十分美味しい。ぶりこ、美味しい。このねっとりとした旨味にね、プチプチ感。魚卵の大きさとしてはかなりでかいからね、まあいくらとかに比べると小さいですけど、歯応えだけじゃなくて旨味もあってね、これがまたいい感じに日本酒に合うわ。骨ごと食えるからね、ハタハタはね。
うまっ。これの周りのうまみがすごい。で、あとこちらマスコですね。ちょっとでかいのがあるからこれでいこうか。マスコね、イクラとはやっぱり、イクラというかまあ筋子とはちょっとやっぱり違うんだけど、旨味的にはね。やっぱり秋との味、しょっぺしょっぺいけどうまいね。酒は酒でもね、まあいろいろ種類があるのであれですけど、一般的なイクラやすじこに比べると脂の乗りっつうのは多分酒に劣るんですけれども、うまみはしっかりあるかなって気がしますよね。でやっぱりちょっとこう味が強すぎない、割とソリッドな味かなって気がするな。だからやっぱり噛んだ時にあのイクラやすじこ鮭もだともっと脂が強いなっていうイメージなんだけどね、そういう感じじゃなくってやっぱり単純な魚だからかな。ちょっと爽やかな感じがするかな。あうまっ。けど旨味は全然負けてないと思う。酒に合うね。酒飲んだ後にまたちょっとこの魚卵の旨味がふわっとこうね口の中にまた戻ってくるような、そんな感覚がありますね。こらうめえわ。ということでね、ちょっと食べて、あと餅だとかもこの後ね食べていこうと思います。さてさて、餅が焼けましたので食べていこうと思います。こんな感じです。あ、うまっ。そのままで十分うまい。あ、米粉の香りがする。米自体がやっぱうまいんだ。これいい感じの焼き目もついててね、香りがよくって、ダメこの味、旨味もあって、最近日本でもね売ってる餅っていうのはコーンスターチがむちゃくちゃ入ってて、米もタイ米とかなんだけど、やっぱ秋田の米で作った餅うまい。ちょっとね醤油いきましょうか。ちょっとだけ垂らす。うまっ。わあわあすごいことになってる。出た。こっちはただ味を道楽の里も使ってね食べてみようと思います。秋田ならではの味、ちょっと甘じょっぱい感じのねタレなんですけども、以前撮った動画でも味付けに使ったことあるかな、もうおすすめです。多分通販でも買えますので、東北醤油さんかな。まあもしも興味ある方は買ってみてください。秋田県外の方、特に秋田の方はね皆さん食ってますよね。あもちって
砂糖醤油で食べたりしますけど、それがもうこれ一本完成ですね。うまっ。うん、超伸びるね。うん、餅を食べながら酒を飲むという謎の行為。ああ、だけどなんだ俺ありだなで、うん、これはやっぱり醤油よりも味道楽の里だな。これはこれがあればもうね、なんでもね、 OK だね。砂糖醤油、関東行った時は砂糖醤油で食べたりしてましたけどね、うん、それで海苔を巻いてみたいな感じでしたけど、いやこれはもう味道楽の里優勝でしょう。うん、うまっ、うん、うまいわ。うん、こんなに感動できるかって感じだな。うん、で酒も飲めちゃう。あ、うまい。で、まあ、ちょっとね、これも基本的にお米なんで、まあね、ご飯なんで、まだね、バスコがあるんで、これも食べてみましょうね。一気に締めのご飯感になる。これはこれで本当にうまいで口の中に残ってちょっとマスコ感を酒で流して、さてとサクサクいきましょう。続いて芋きんとん。芋きんとんか、まあ、正月っぽくて買ってみたんですけどね、紅芋とさつまいもなのかな、ねってありますね。うん、あ、芋以外にもなんか入ってるな。芋だけじゃない気がする。うん、あ、紫のところと黄色のところで味が明らかに違うわ。なんだろう、ちゃんと調べとけって話なんですけどね、あのパッケージの原材料とか全然見ないでも捨ててますからね、うん、なんだろう、紫の方が、うん、ちょっとサクサクした歯応えが入ってるから、なんか何かしら混ぜてるんだよね。で、最後に紫芋の香りがすっげえくるわ。だからこれ芋だけのでんぷんなのか。こっちの方は本当にさつまいもさつまいもした感じなんだけどね、紫の方は何だろう、なんか混ざってんだよな。
どっちかっていうとこっちの方が緩やかでこっちの方が締まってる感じだね。これは干しぶどうかな。干しぶどうだ。あら、うん、干しぶどう多分こっちの黄色の方が合わせると合うな。うん、こっちの方がプレーンな感じなんで干しぶどうの香りと旨味が加わるとまた味わいが変わりますね。うん、どっちもしっかり裏ごししてあるんだけど味わいがやっぱ違うんだよな。なんだろうな、うん、こっちの方は水分多くて本当にさつまいもって感じ。こっちの紅芋、紅芋ってだけの違いなのかな。さっきまでちょっとサクサクした感じがしてたんだけども、その食感がなくなったのは単純にこれレーズンかなんかが混ざってたからかな。うん、レーズンが中に混ざってたのこれ多分な。今一緒に食べると食感がそうだった、うん、それで味わいも変わったのか。うん、あ、よく見るとやっぱ中に混ざってるもんでレーズンがね。うん、うん、あ、だ単品で食べても紫の方は味が違うんだよね。うん、これはこし、これでなかなか不思議な味だわ。ということで、さてさつまいもっていうとね、鹿児島の時結構食ったけどね、うん、あそこはさつまいも文化でもありますからね。島のとかうまかったね。うん、またそれとは違う味わい なんですけれども、さてちょっとね日本酒を飲んで口をさっぱりさせたところに続いて秋田メーカーサナトラ行きましょうか。先にね、サナトラは確かね山ぶどうを使ったお菓子らしいって話だけは知ってます。これも例によってね食べる前に原材料とか見ろよって話なんですけどね、見ないんだな。だってめんどくさいんだもん。あ、お、開けるとこんな感じで紙で挟んであるんだ。お、山ぶどう色、これを、ああ。ご当地ヒーローのネイガーがそういえばこれを切るときに28個に切って食べるっていうのをやってたな。まあ28個っていうのはね、秋田県民だったら誰もが知る金満っていう郷土のお菓子のねCM で28個食べましたっていうのがあるんですけどもね、うん、それになぞらえてやってるんですけども、まあ私はごめんなさい、ちょっと普通にちょっとね3等分3全然3じゃないけどね食べます。こんな感じでどうだ、美味しそうだけど分かるかな。え、あ、うん、おう、うん、食感は名古屋のウイローだね。うん、多分ゼラチンで固めてあるんじゃないかな。うん、結構爽やかな酸味、ちょっと酸味は強めだな、うん、で香りがきて甘みがほのかにって感じだね。そんな甘くはないです。まあ多分砂糖は結構入ってるんですけど、山ぶどうの、うん、多分酸味が強いからだな。うん、うん、うんうんうん、あ、結構口がさっぱりしていいな。うん、まあ、ウイローのちょっと寒天っぽいあの感じがねあって、あれが好きな人嫌いの人がいると思うんですけどね、好きな人にはおすすめの味かな。うん、だから寒天で固めてる感じが苦手な人はちょっと苦手かもしれないですけど、だけど
あの山ぶどうのこの酸味があるスイーツっていうとなかなかないですよね。でこれは明けガラスか。おお、うん、これもね想定外だね。小分けになってなくてザザンって感じなんですけどね。なんだろうこれ、寒天かな。秋田では何でも固めちゃう寒天文化っていうのがあるんですけど、それか、うん、だけど寒天、うん、スーパーで買ってる寒天に比べるとねっとりした感じはするな。反発力がちょっと弱い。なんだこれ、くるみかな。ちょっとくるみじゃないかなってものが入ってます。あ、うん、うん、うん、なんだこれ、超甘い。うん、だからくるみの香りがいいな。すっげえくるみだから、すげえ甘い。なんだろうね、何味これ。くるみ、あ、くるみはちょっとだけ入ってるやつ。うん、うん、砂糖がまずかんってくるっていうか、砂糖がかんとくるっていうかね、甘みはすっげえかんとくるんですけど、なんだろうこれ、なんだろう、寒天なんだろうけど、この白い感じは何なんだろう。で、あとくるみがあるところ食べると、最初に口に含んだ時にくるみが結構鮮烈に香って、最後にまた来るんだよね、くるみがね、うん、甘っ。あ、うん、その後くるみのほろ苦さが来て、で香りは割と最初にも鮮烈に来るんだけど、あ、最後に後味にくるみのうまみとちょっとこの油分が来るね。あ、うん、それ最後にまたちょっとほろ苦さが戻ってきてって感じの着地だな。へえ、これ面白いな。いや、ちょっとね、これ一人で全部食べるのはちょっとね、甘すぎるかなってぐらい甘いんですけども、これはね、多分お茶菓子にして食べるとまたなかなかね、ちびちび食べながらお茶飲むとすごい良さそうな味ですね。うん、あ、これなかなか食べたことない味だな。うん、これはこれなかなかね、美味しいと思いますよ。うん、好き嫌いが出る味だと思います。ということで、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。ヘバナ。